はい、こんにちは、116インズです。前回数日前ですね、今シーズン期待以上の活躍を見せた選手ということで6人ほど取り上げましたが、今回は逆に期待を裏切ってしまった選手、残念ながらあまり活躍することができなかった選手を6人ほど取り上げていきたいなと思っています。今シーズンは60試合、非常に短かったシーズンなわけですけれども、MLB の中で一定の地位を築いているようなスター選手でも、なかなか一旦不調に陥ってしまうと、その不調を取り返すだけの時間がないシーズンとなりましたよね。調整の難しさなど様々あったとは思いますが、今回は個人的にまさかここまで成績を落としてしまうとは思っていなかった選手たちを取り上げていきたいなと思っています。それでは早速その選手たちを見ていきましょう。はい、まず一人目はブルワーズのクリスチャン・イエリッチですね。イエリッチといえば2017年のオフにブルワーズに移籍してから、それこそ毎年のように MVP クラスの成績を残してきた選手なんですが、ただ今シーズンはサマーキャンプからちょっと状態が上がらなくて、でさらに開幕してから27打数1安打と最悪のスタートを切ってしまいましたよね。その後徐々に調子を上げまして、最終的にホームランは12本を放ったんですが、58試合で打率2割5厘、OPS は7割8分6厘と、普通の選手であればまずまずの成績ぐらいの数字は残したんですけれども、ただ昨年 OPS11 割を記録したイエリッチと考えますと、やはり少し物足りない数字であったことは事実かなと思います。で、今季のイエリッチに関しては、打球速度の速さに関しては相変わらず MLB の中でも上位クラスの選手ではあるんですが、今シーズン三振が非常に増えたんですね。昨年の三振率は 20.2% 程度だったんですけれども、今シーズンはこれが一気に上昇しまして 30.8%、 たった1年で10ポイント以上も上がってしまったのは、イエリッチのバッティングに何かしら異常があったのかなと考える方が自然かなと思います。イエリッチといえばマーリンズ時代から非常にアベレージは残せる選手として定評があったかと思いますが、でそこにブルワーズに来てからパワーがついてきたことで一気にスーパースターへとのし上がった選手ですけれども、今シーズンはちょっとパワー方面にもしかしたらバッティングが触れすぎたのかもしれませんね。今季のブルワーズ打線は全体的に低調でしたが、その要因の一つとしてイエリッチの不調というところは間違いなく入ってくると思いますし、ブルワーズとしてもイエリッチがかつてのような MVP クラスの選手に戻れるかどうかというのは来シーズンに向けた最大の不安要素になるでしょう。はい、続いて二人目はマイク・マイナーですね。マイナーといえば2015年、そして16年と、怪我の影響で投げることができず、苦しいキャリアを送ってきた選手なんですけれども、それでも昨年31歳ながらキャリア最高の1年を送りまして、32試合で14勝、防御率 3.59、そしてウィンズアボブリプレイスメントは 7.8 を記録するなど、昨年は先発投手としてリーグ上位クラスの成績を残しまして、オールスターにも選ばれました。で、今シーズンはマイナーにとって FA 前の最後の年ということで、マイナー自身がいい契約をゲットするためにも大事な年でしたし、またレンジャーズとしてもチームがコンテンドできなかった際にトレードデッドラインこのマイナーを高く売りたいという思惑はおそらくあったと思うんですが、ただ今シーズンレンジャーズでの7先発は1勝も挙げられず5敗、防御率は 5.60 と昨年のピッチングは嘘のような成績となってしまいました。で、シーズン途中にアスレチックスにトレードされたんですが、到底レンジャーズが期待していたようなパッケージではなかったですし、またアスレチックスに移籍してからも昨年レンジャーズで見せたようなピッチングはとうとう取り戻せないままシーズン終了となってしまいました。マイナーに関しては速球の球速が結構落ちていまして、もしかしたらそのせいで昨年ほどの球威がなく、でホームランを打たれる数というところも少し増えてしまったんですけれども、ただ昨年も FIP で見てみれば防御率と比べて FIP の方がだいぶ高くなっていますし、もしかしたら単純に揺り戻しが来たという可能性もなくはないのかなと思いましたが、果たしてどうなんでしょうね。コンオフの FA 市場そこまで先発の層は厚くないので、今季のマイナーでもそれなりの FA 契約はゲットできるとは思いますが、ただ昨年と比べて彼の評価というところはだいぶ落ちてしまった印象です。続いてはまたも左腕でマディソン・バンガーナですね。バンガーナはアリゾナに馬がいるということで非常にアリゾナという土地を気に入っていたらしく、で結果5年総額8500万ドルとバンガーナクラスの先発投手としてはかなり格安の契約でダイヤモンドバックスに加入しました。でダイヤモンドバックスとしてはバンガーナにエースとしての活躍というところを非常に期待していたと思うんですが、ただ今シーズンその期待を大きく裏切る結果となりまして、9先発でわずかに1勝、防御率も 6.48 とキャリアでも最悪クラスの1年となってしまいました。で、バンガーナのピッチングに関してはかなり救いようがなくてですね、スタッドキャスト系の指標で見てみても軒並み MLB でも下位となっていまして、
成績が悪くなるべくしてなってしまったというのが今季のバンガーナのピッチングでした。で、その一番の要因として上がってくるのが今季のバンガーナ平均球速が大幅に下がっていまして、昨年平均で 91.4 マイルだったのが今季はなんと 88.4 マイルとたった1年で3マイルも平均で落ちてしまったんですね。バンガーナは今シーズン背中を痛めて一時期故障者リストに入っていたんですけれども、背中といえばやはりピッチングにダイレクトに影響する箇所ではありますので、もしかしたらこの怪我が彼のピッチングに悪影響を及ぼしていたのかもしれませんね。5年契約の1年目は最悪のスタートとなってしまいましたが、なんとか来季以降ダイヤモンドバックスが期待しているようなエースとしてのピッチングをぜひ見せてほしいですね。はい、続いて4人目はレッドソックスの JD マルティネスですね。非常に個人的な話ではあるんですが、マルティネスを今季ファンタジーベースボールで保有していたので、今シーズンの彼の不調は非常に私のチームにダメージを与えたんですが、まあそれはさておき、マルティネスといえば打撃の安定感というのが非常に売りな選手でして、2014年以降は毎年 OPS 8割7分9厘以上を記録するなど高いレベルでバッティングを維持できていましたし、チームとしても計算できる選手として考えていたと思うんですが、ただ今季はなんと OPS 6割8分と近年の彼からすれば最悪のシーズン。またマルティネスは基本的に DH の選手ですから、バッティングがこれだけ落ち込んでしまうとウィンズアボブリプレイスメントでも今季マイナス 0.9 とリプレイスメントレベル以下という評価となってしまいました。まあ、昨年からその兆候は少しあったんですが、今季のマルティネス、バレル率とそれから打球速度の低下というところがちょっと目立ってきましたね。もちろんまだ MLB の平均は上回る水準ではあるんですけれども、ただ年齢も33歳ということで打撃面でも少しずつ衰えが出てきてもおかしくはない年齢ではありますので、これはちょっと心配な傾向かなと感じました。レッドソックスとの契約はあと2年で、今シーズンと来シーズンマルティネスは契約からオプトアウトすることもできたんですけれども、この経済情勢そしてこの成績ですから、マルティネスはオプトアウトは選択せずレッドソックスに残留する道を選びましたが、果たしてこのまま成績は下がっていくのか、それとも昨年までのようなリーグ屈指のスラッガーに戻るのか、来シーズンはマルティネスにとっても非常に大事なシーズンとなりそうですね。続いて5人目はパイレーツのジョシュベルですね。昨年37ホーマーそして116打点を挙げ、自身初めてのオールスターにも選出されたこのベルなんですが、今シーズンは OPS が6割6分9厘と打撃面が急降下してしまいましたね。パイレーツとしてはこのベルがチームの再建の中心選手として期待していたでしょうし、長期契約を結びたい意向もあったようなんですが、昨年の大ブレイクから今シーズンここまで落ち込んでしまうのはチームとしても計算外だったのではないでしょうか。ベルに関しては相変わらず打球に関しては早いんですが、今シーズン三振が結構増えたこと、まあ、この辺の問題に関しては先ほどのイェリッチともしかしたら近いのかもしれませんね。そしてベルに関してはもう一つ問題点がありまして、今季極端にゴロが増えたんですね。やはりベルのようなスラッガータイプの選手ですと打球を上げないことには始まりませんので、ここまで急に打球が上がらなくなってしまったのは少し気がかりではあります。先ほどのマルティネスもそうでしたが、このベルのようなファーストや DH 専門の選手は打たないことには存在感を発揮することはできませんので、チームのためにもそして本人のためにも昨年のようなバッティングを取り戻せると良いのかなと思います。そして最後はアルトゥーベですね。まあ、アルトゥーベに関してはもはや何も言う必要はないのかもしれませんが、昨年のオフいろいろとあったアストロズの中心選手、彼の素晴らしいキャリアというところは不正によって怪我されてしまったわけですけれども、そうは言ってもこれまで残してきた成績は一流そのもの、パワー、アベレージ、そしてスピードを両立することができ、 MLB でも屈指のセカンドとして知られてきたこのアルトゥーベですけれども、不正が判明した今季果たしてどんな成績を残すのかと多くの人が良くも悪くも注目してきたわけですが、結果は打率2割1分9厘そして OPS6 割2分9厘とこれまでのアルトゥーベが嘘のような成績を今シーズン残してしまいました。ただただ残念の一言です。アルトゥーベに関してはキャリア通してずっと得意としてきた速球系に対して今季非常に苦しんでいまして、まあこの成績ですとこれまでの彼の成績は不正のおかげだと言われてもちょっとしょうがないのかなと思うような今シーズンでした。ただプレイオフでは調子を上げまして、 ALCS ではホームランを量産するなど、ようやくこれまでのアルトゥーベらしいバッティングがプレイオフになって見られましたが、果たして来シーズンのアルトゥーベは今季のレギュラーシーズンのアルトゥーベなのか、プレイオフで見せたアルトゥーベが見られるのか、果たしてどちらのアルトゥーベが現れるんでしょうか。ということで今回6人の選手たちを見てきましたが、
やはり今シーズンは60試合と非常に短いシーズンということもあってか、様々選手たちにとっては困難な環境だったのかなと思う部分もありました。で、今回は6人に限定しましたが、皆さんにとって今季ここまで調子を崩してしまうとは思わなかった選手というところも、ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。